皆さん、こんにちは。STM32 マイコン体験実習セキュリティ編パート3です。パート3ではトラストゾーン対応ファームウェアプロジェクトを扱う上で必要な知識とスキルを習得します。トラストゾーン対応ファームウェアを実機で動かす準備をした後、最初の演習を体験します。 演習1と演習2で2つのキーポイントを体験します STM32 にはオプションバイトと呼ばれる吹き発生設定領域がありこのオプションバイトの設定でトラストゾーンを有効にします STM32L5 マイコンのオプションビット TZEN トラストゾーンイネーブルを1に設定するとトラストゾーンが有効になります。STM32Cube Programmer を使って STM32L5 マイコンのオプションバイトを変更します。このスライドは STM32L5 のオプションバイトを変更するときの注意点をまとめています。 オプションビット TZEN を1に設定すると、STM32L5 でトラストゾーン機能が有効になります。一度オプションビット TZEN を1に設定した後、0に戻してトラストゾーンを無効にする操作は簡単に実行できないようになっています。別のオプションバイトの RDP のレベルを0から1に設定して、 それをまたゼロに戻す操作が必要になります。TZEN が1になっていて、トラストゾーンが有効の状態で RDP レベル1に設定するときに注意点があります。セキュア空間でブートして、その後ノーマル空間にジャンプして、ノーマル空間で動作を維持するファームウェアが STM32L5 マイコンの内部フラッシュメモリに書き込んである必要があります。 そうでないと RDP レベル1に設定した直後から JTAG がつながらなくなります。一旦この状態になると STM32L5 内蔵ブートローダーを使わないと復旧できなくなります。また誤って RDP レベル2に設定してしまうと内部フラッシュメモリに書き込まれているファームウェアに関係なく JTAG がつながらなくなり二度と復旧できなくなります。 PC とニュークレオ基板を USB ケーブルで接続して Cube Programmer を起動します。Cube Programmer の画面右上の Connect ボタンをクリックして基板上のターゲットマイコンと接続します。オプションバイトを読み書きするときは Cube Programmer の左サイドメニューの OB アイコンをクリックします。 オプションバイト画面の上から3番目にあるユーザーコンフィギュレーションの三角矢印をクリックして展開します。ユーザーコンフィギュレーションの下の方に TZEN ビットの設定があります。TZEN にチェックを入れてアプライボタンをクリックします。 TZEN を1に設定したら演習1をやってみましょう。デフォルトでは STM32L5 の内部フラッシュメモリは2つのバンクで構成されています。トラストドーンを有効にした直後はフラッシュバンク1と2のどちらもセキュアに設定されています。トラストドーン対応サンプルファームウェアはフラッシュバンク1がセキュアで フラッシュバンク2がノンセキュアの設定であることを前提に動作します。フラッシュバンク2がセキュアの設定のままで、このトラストゾーン対応サンプルファームウェアを動作させたら、どうなるか試すのが演習1です。このスライドはトラストゾーンを有効にした直後の内部フラッシュメモリのセキュリティ設定を絵にしたものです。青色がセキュアで、 赤色がセキュアではないノーマルを示しています。トラストゾーン対応ファームウェアはリセット後にまずセキュアファームウェアでブートし処理を実行してその後ノーマルファームウェアにジャンプします。メインループはノーマルファームウェアで動作します。ファームウェアコードを内部フラッシュメモリからフェッチして実行するとき c o テ t e x M33 は SAU と IDAU でアドレス空間へのアクセスを常時チェックしています。このチェックを通った後、さらに内部フラッシュメモリ固有のセキュリティ設定がチェックされて、これも合格するとフラッシュメモリへのアクセスが成立します。このスライドが示すように、ノーマルファームウェア実行時に SAU と IDAU の フラッシュバンク2のセキュリティ設定はノンセキュアになっているためチェックは通りますがその後の内部フラッシュメモリ固有のセキュリティ設定はセキュアになっていますこの状態で何が起きるかを体験するのが演習1の目的です演習用プロジェクト tky.zip を stm32cubefirmware バージョン1.3.0の指定の場所に回答します。回答した後、スライドが示すディレクトリー構造になっているか確認します。なっていなければ、ディレクトリー構造を調整してください。このディレクトリーパスのトラストゾーン対応ファームウェアサンプルを使います。 ewarm ディレクトリにあるワークスペースファイル project.eww を iarewarm で開きます。トラストゾーン対応ファームウェアプロジェクトは、セキュアファームウェアプロジェクトとノーマルファームウェアプロジェクトの2つのプロジェクトで構成されます。どちらを先にビルドするか順序があります。 まずセキュアファームウェアをビルドして、次にノーマルファームウェアの順にビルドします。この順序でビルドしないと、ノーマルファームウェアのビルドでリンクエラーが発生します。セキュアファームウェアをビルドすると、セキュアファームウェアバイナリの他に、インポートリブというものが生成され、ノーマルファームウェアのビルド時に、インポートリブがノーマルファームウェアとリンクされます。 インポートリブには、ノーマルファームウェアからセキュアファームウェアの関数を呼び出す際の情報が入っています。 以上の手順を毎回繰り返して、ノーマルファームウェアとセキュアファームウェアを書き込むのは大変なので、もっと便利な方法を使います。バッチビルドを使うと、セキュアファームウェアとノーマルファームウェアを一括でビルドできます。プロジェクトオプションを調整して、ダウンロードしてデバッグを実行すると、ノーマルファームウェアとセキュアファームウェアを一括してダウンロードしてデバッグを開始できます。 セキュアファームウェアプロジェクトのオプションを調整します。セキュアファームウェアプロジェクトを右クリックしてポップアップを表示します。ポップアップメニューの一番上にあるオプションズを選んでください。デバッカーカテゴリーのイメージタブを選んでください。 ダウンロードエクストライメージにチェックを入れて、パステキストボックスにノーマルファームウェアの o ウ t ファイルの場所を入力します。project.eww ファイルがある場所を参照できます。オフセットはゼロにして、debuginfoonly のチェックを外します。 このオプション設定にした後、セキュアファームウェアがアクティブなプロジェクトの状態で、ダウンロードしてデバッグを実行します。セキュアファームウェアとノーマルファームウェアがターゲットマイコンに一括でダウンロードされた後、デバッグは開始します。ダウンロードしてデバッグを実行するには、白抜き矢印に緑色の円のこのアイコンをクリックします。 ダウンロードが終わったら F5 キーを押すかこのアイコンをクリックしてプログラムを実行します。演習1の答えです。内部フラッシュメモリバンク2がセキュアに設定されている状態でトラストゾーン対応サンプルファームウェアを実行するとセキュアファームウェアで起動してノーマルファームウェアにジャンプした時点でセキュアフォールト例外が発生します。 これはノーマルファームウェアが内部フラッシュメモリバンク2にアクセスしようとしても、バンク2はセキュアに設定されているため、不正なアクセスと判定された結果になります。Cortex-M23 の場合はセキュアフォールト例外がなく、ハードフォールト例外で処理することになります。このスライドで何が起きているか説明します。 リセット後、セキュアファームウェアで SAU を設定し、フラッシュメモリバンク2をアドレス空間上でノンセキュア領域にします。この設定により、ノーマルファームウェアからフラッシュメモリバンク2へアクセスすると、SAU と IDAU のチェックをパスします。しかし、内部フラッシュメモリ固有のセキュリティ設定では、 フラッシュメモリバンク2がセキュア領域になっているため、実際にはフラッシュメモリバンク2にはアクセスできず、例外が発生します。フラッシュメモリバンク2のウォーターマークベース保護を変更して、ノンセキュアにすると、このファームウェアが正常に動作するようになります。 内部フラッシュメモリ固有のセキュリティ設定は2種類あります。1つ目はウォーターマーク保護です。この保護はリセットがかかったり、電源オフになっても維持されます。STM32 にはオプションバイトと呼ばれる不揮発性設定領域があり、このオプションバイトで内部フラッシュメモリのウォーターマーク保護を設定します。 吹き発生領域なので、オプションバイトを一度設定すると、リセットがかかったり、電源オフになっても設定が維持されます。二つ目は、ブロックベース保護です。この保護は、リセットがかかったり、電源オフになるとなくなります。マイコン起動後に、フラッシュメモリレジスターを設定して、ウォーターマーク保護がかかっていないフラッシュメモリ領域を保護する仕組みです。 このスライドは内部フラッシュメモリ固有のセキュリティ設定をまとめています。ウォーターマーク保護の場合はフラッシュメモリの開始ページ番号と終了ページ番号で保護する領域の大きさを設定します。ウォーターマーク保護はオプションバイトで設定します。リセットがかかってもその設定は消えません。 開始ページ番号が終了ページ番号より大きい場合は、フラッシュメモリのすべての領域がノンセキュアの保護されていない状態になります。ブロックベース保護の場合は、ページ単位でどのページをノンセキュア領域からセキュア領域に変更するか設定します。ブロックベース保護はセキュアステートでないと設定できません。デバイスレジスターで設定するため、 リセットがかかると設定が消えます。ウォーターマーク保護でセキュアになっている領域をブロックベース保護でノンセキュアに変更できません。フラッシュメモリのページの大きさはデュアルバンク設定の場合はページ1つ当たり 2KB です。シングルバンク設定の場合はページ1つ当たり 4KB です。 このスライドは内部フラッシュメモリのウォーターマーク保護について詳しくまとめています。フラッシュウォーターマーク保護はフラッシュメモリ上で保護をかけたい領域の始めと終わりをページ番号で指定します。フラッシュウォーターマーク保護開始ページと終了ページを設定するオプションバイトは フラッシュバンク1と2それぞれに対して個別に設定できるようになっています。シングルバンク設定の場合は、フラッシュバンク1向けの設定しか使いません。開始ページ番号と終了ページ番号の設定の仕方が3パターンあります。開始ページ番号が終了ページ番号よりも大きい場合、 ラッシュメモリのすべての領域が保護のないノンセキュアな領域になります開始ページ番号と終了ページ番号が同じ場合その番号のページ領域のみ保護されます開始ページ番号が終了ページ番号より小さい場合開始ページから終了ページまでが保護されます 開始ページと終了ページの領域も保護対象になります。トラストゾーンを有効にした直後は、開始ページ番号が 0x00 で、終了ページ番号が 0x7f になっています。 トラストゾーン対応サンプルファームウェアが正常動作するには、内部フラッシュメモリバンク2のウォーターマーク保護がノンセキュアになっていることが必要です。内部フラッシュメモリバンク2のウォーターマーク保護の設定を変更するには、オプションバイトの設定を変更します。ウォーターマーク保護は内部フラッシュメモリのページ領域単位で設定でき、デュアルバンク設定の場合は、 ページ1つあたり 2KB ですオプションビット TZEN を1にしてトラストゾーンを有効にした直後は開始ページ番号が 0X00 で終了ページ番号が 0X7F になっていますこの設定ではフラッシュメモリバンクに全体がセキュアになっています ノーマルファームウェアを内部フラッシュメモリバンク2に書き込んであるので、フラッシュバンク2をウォーターマーク保護なしに設定します。フラッシュバンク2全体を保護なしにするには、開始ページ番号を終了ページ番号よりも大きな値にします。s t m 3 2 c u b e プログラマーでオプションバイト設定を調整しましょう。 キューブプログラマーを起動してターゲットマイコンに接続してください。キューブプログラマーを起動してターゲットマイコンに接続できたら、左サイドメニューの OB アイコンをクリックします。オプションバイト設定画面に切り替わったら、下から2列目のセキュアエリア2を展開します。 セキュアエリア2という文字の左横にある三角形をクリックすると展開します。セクションウォーターマークにページスタートの値を 0x01 に設定します。次にセクションウォーターマークにページエンドの値を 0x00 にします。値を変更できたら、 アプライボタンをクリックします以上でフラッシュメモリバンク2がウォーターマーク保護なしになりますキューブプログラマーを閉じて EWARM に戻りますトラストノン対応サンプルファームウェアをもう一度動作させてみましょう EWARM のプロジェクトメニューから ダウンロードしてデバッグを選んで EWARM とターゲットマイコンを接続してデバッグを開始しますダウンロードが終わったら F5 キーを押すかこの再生アイコンをクリックしてプログラムを実行します緑色の LED が1秒前に点滅を継続します トラストゾーン対応サンプルファームウェアの動作を追跡するため EWARM でマイコンをリセットしてブレークポイントを設置してから再度実行します一時停止アイコンをクリックしてプログラムの実行を止めますリセットアイコンをクリックしてマイコンにリセットをかけます ブレークポイントをどこに設置するかわかりやすくするため EWRM のテキストエディターで行番号を表示します。Tools メニューから Option を選びます IDE Option 画面の左サイドメニューでエディターを選んで行番号を表示にチェックを入れます。 セキュアファームウェアの main.c の153行目にブレイクポイントを設置します。ワークスペースウィンドウでセキュアファームウェアプロジェクトを展開してアプリケーションフォルダ、セキュアフォルダの順に展開していきます。main.c をダブルクリックするとソースビューに main.c のソースコードが表示されます。 ソースビューの左端に行番号が表示されますので、153行目を探してそこにブレイクポイントを設置します。ソースウィンドウの行番号の左横にグレーの余白があります。ここをマウスでクリックするとブレイクポイントを設置できます。 ノーマルファームウェアの main.c の124行目にブレークポイントを設置します。ワークスペースウィンドウでノーマルファームウェアプロジェクトを展開してアプリケーションフォルダ、ノンセキュアフォルダの順に展開していきます。main.c をダブルクリックするとソースビューに main.c のソースコードが表示されるのでセキュアファームウェアの時と同じ要領で 124行目を探してブレイクポイントを設置します。ブレイクポイントを設置できたらプログラムを実行しましょう。セキュアファームウェアとノーマルファームウェアそれぞれに設置したブレイクポイントでプログラムの実行が止まることを確認できたら編集には終了です。 パート3ではトラストゾーン対応ファームウェアプロジェクトを扱う知識とスキルを習得しました。次のステップでペリフェラルと割り込みのセキュリティ設定の仕方を習得し、トラストゾーンでアイソレーションしたリソースにアクセスするための方法である ARMv8M トラストゾーンセキュア呼び出しを習得します。パート4に続きます。 ご視聴いただきまして、ありがとうございました。